はい、皆さんチュース。はい、今回も、タイトルにある通りこちらですね。ドゥドゥーン、ドゥドゥーンって自分で言っちゃって、プラストジニウス、あ、ブラストか、ブラストジニウス。おお、懐かしきものが来ましたが、画面に入りきれて、むしろ首がない。 OK です。はい、 OK です。というわけでね、早速こちら開けていきましょう。まあディフェンスタイプライターとやるということでね、まあどういう風になっているのか、まあ壁がね、なんかベイの周りにある壁というか、壁がまあここの周りの部分が上に上がって敵の攻撃を回避するという、なんか風の神様モチーフらしいです。おいしょ、おいしょ、どうですか。うん、おおおおお、あね、はいよ、はいよ、はい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 、すいません、はいはい、ごめんなさい、はい。ちょっと何そのワンヒットワンヒットツーヒットみたいな、やめてやめてやめて、コンボ入れないで、コンボ入れんといて。うんうん、分かった、ごめんねごめんね。うんうん、回避入ったら、回避入ったら、うんうん、コマンド入力すごいな。おい、はい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 、スタジアムずれるからね。よいしょ、なかなか出せないね、なかなか出せないね。じゃあだん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 テンションが上がってくるキューピーマヨネーズの歌、どうぞ。テレテッテッテヘイテッテッテ、あらよっしょー、テッ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 、どっこいしょテッテッ、うるさいだい、テッタラタイ、テッタラタラタラタイ。はい、ってなわけでね、こちら組み立て、はい、ちょっと持ってくれる。うん、君の手で隠れて見えない。ね、こう持てる。頑張れ頑張れ頑張れ、よーしよしよし、いい子だ。でも顔映ってないんだ、違うんだな、こうなんだな。うぃちょっと一回単体、ちょっとね、見てわかる通りなんですけども、これがこうやって上に上がるんですよね、赤いところがねえねえまあね、こうやってね、尻尾で攻撃されてもね、まあ大丈夫という品物でございます。やめてくれる。で、あとなんかね、下もね、なんかね、新しいね、これね、やってみっか。うんともすんとも言わず、とりあえずやってみよう。まあ右回転ということでね、まあ普通に扱い方は同じだと。お君は何をしているのかな。行くぜ行くぜ、はい、行きます。3、2、1、ガッシュ。これどうなんだろう、ポパンが、おー、なんか最初はいい具合に暴れるのね。ドライバーちょっと読んでみましょう。軸先の周りに搭載され上下可動、読んで、どこの部分、じゃ全部読んで。はい、え、一番上のレイヤーから、うん、風の神ジーンモチーフ、風をイメージした外側の刃が遠心力と衝撃で上昇し敵の攻撃を回避するディフェンスタイプのゴッドレイヤー。ディスクがね、フレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、5つの刃がアッパーフォースを生み出すスタミナ系ディスク。フレームコアディスクに取り付け可能な攻撃力強化パーツ、大きな槍状の2枚刃がバースト力をアップ。ドライバーが軸先の周りに搭載された上下可動パーツが傾きに応じて支えるディフェンス系ドライバー。支えるのね、うん、見た。なるほどね。まあちょっとガチな大人の意見を言わせてもらいます。子供の夢をぶち壊して申し訳ない。ですね、軸先というものはですね、中心以外がスタジアムに触れる場合減速します。いいじゃん。なので、この周りぶっちゃけ無駄ですね。ディフェンスと防御って言うんだっけ。うん、そう、ディフェンスは防御、オフェンスが攻撃。あ、じゃあ合ってるわ。じゃあちょっとこの子回して、この最大防御君に僕がこの頃作ったね、こやつで叩きのめしたいかなと。これで壊れなかったらまあ上物ですよ。早速やっていきましょう。それでは早速やっていきましょう。おー、逆だった。オッケー、いくよ。
3点ポイントマッチだよ。はいはい、3、2、1、ゴーシュ。まあまあまあ、こんな時もあるって。加速しすぎて相手方にぶっ飛んだって、ね、一気にまほい、3、2、1、ゴーシュ。あー惜しい、かすった。うん、かすっただけだね。くー、爪割れたー。うっそ。おっしゃ、倒した。そして爪割れたー。あ、見えねえな。でも見えるでしょ。うん、割れてる。うん、2点。2対1。え、1。あ、さっきの勝手に飛び出してったことない。あ、いや、あれどうする。あれはうちアマチュアルールだからなしよ。はい、シュートミスってやつ。いいね、いくよ。はい、あー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 、ん、なんでもない。3、2、1、ゴーシュ。おー、これはスピンフィニッシュで。そっちかっつうだな。当たった時に上がってんのかな。スピンフィニッシュ10。1対2。どうにかしてね、新発売の。あ、回ってる時点で上がってる。うん、なんか遠心力で上がるっつうだね。うん。今何対何？うん、2対1。どっちが1？じゃない、今だってこっちでしょ。いくよ、3、2、1、ゴーシュ。あー、残念。今いい音したわ。うわー、おーい、2対2。ちゃんとしたジェットシュートを当てたいんだけどな。2ロックノーロック。行きます。ちょっとガチめに行くよ。はい。3、2、1、ゴーシュ。おっしゃー、ガチめに引いたこの大人げなさ。はい、新商品を壊すという、とんでもない、ね、うん、動画にしてしまいましたが、まあまあ言えば2対2、2対4か。まあ途中までね、とてもいい勝負ができたということでね、まあこいつの、俺こいつね結構ね自信作なので、こいつに2点持ってくっていうのは結構すごいことだと僕思いますんで、皆さんぜひともおすすめです。買ってみて損はないと思います。あとはカスタマイズですね。まあどうなるかって感じですね。はい、そして最後にこちら、じゃじゃーん、スターセイバー。こちらでね、最後相手をしてどうなるかですね。さあ早速やっていきましょう。お、どうした、どうした。うんうん、いないいないば。はい、いないいないば。はい、アンコール、いないいないば。はい、オッケーです。いや、何そのつぶらない瞳。うん、バイバイ。うん。うん、やるぜ、行くぜ。はい、なんでもう。うん、いくよ。うん、うん、3、2、1、ゴーシュ。さあどうなる。さあセイバー。お、耐えるね、耐えるね、素晴らしい。おう、オーケーオーケー、ワンロック、ツーロック。おお、いくぜ。やだ、え、マジで？いいよ。はい、オッケーです。3、2、1、ゴーシュ。最初のタッチ痛かったんじゃない？多分ね。でも、いなされてる感はすごくある。うん。お、うん、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 お、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 3対0で、お、お、お、うん、強い。以上。